吉州市は、湖南省小生徒茶族宮王族自治州に位置する研究市、道帝湖へ向かう水が流れる。武陵山地区の中心都市で、自治州の政治、文化、経済の中心地であり、全州の交通ハブとなっている。吉州市は、武陵山の山脈南西園に位置し、露景県、花垣県、宝王県、法安市県、古竹県、 小生経済開発区に隣接している。2014年末で総人口約31.1万人、うちと茶族、ミャオ族と漢族が人口をおよそ3分している。交通紙弁であり、中国全国の高速道路ハブ都市18都市の一つとなっているとともに、鉄道、道路、水運ともに交通網を形成している。1949年11月5日、 犬井条件は中華人民共和国建国後に元峰県に属することとなった。1952年8月、小生宮王族自治区に属し、県人民政府は関州鎮からところおさむに移設。1953年2月25日に中央人民政府総務評議会の内務省により承認され、4月1日に宮王号を元にしていた小佐都鎮は看護に置き換えた。 基地主権に改名され、犬井条件は基地主権に改名された。1955年3月から基地主権は小生脈王族自治州に属し、1957年9月から小生道茶族脈王族自治州の管轄となり、基地主権には自治州の主婦が置かれた。1980年11月から1982年11月までは、 収穫名委員会が基地主審と基地試験を研究陣として設定し、1982年11月に州政府が基地試験を廃止し、基地主審を設立した。基地主審は一協合陳六街道を管轄している。基地首、外教支援閣支援閣。ありがとうございます。